川は中華人民共和国の北部を流れる大きな河川の一つ。河北では、黄河と海外に次ぐ大きさの推系で、河北省と内モンゴル自治区に流域がまたがり、渤海へと流入する。川は河北省北部の省徳域に発する。地域内の友蛇湖、古市和三北六に源流があり、北へ流れて内モンゴル自治区のシリンゴル名の南部に入る。この上流部では、 川は千軒川と呼ばれ、周囲の草原地帯はかつて遊牧国家が活動しもとの上、都があった地である。ここで北から東南へと向きを変え、河北省の東北部に入り、その後は河北省東部を一直線に貫いて、牧海へ出る。全長は8 8 5キロメートル、流域面積は44,600平方キロメートルに達し、そのほとんどは河北省に属する。 川の主な支流には、ブレツガ、青、龍ガなどがあり、川の峡谷が万里の頂上及び縁山山脈を貫くところは、ミ峰口と呼ばれる愛路となっている。上流、中流域の大きな町は、昇徳市のみである。川上流の内モンゴル高原の部分では、流れが緩やかで川床は、広く浅い。中流では、縁山山脈に入るため流れは急になり、下流は、 河北省東部の北東平原に入るためまた流れが緩慢になる。河道には土砂の堆積が多く、水分は聖徳より下流で小さな船が通れるくらいである。新朝の時代、皇典へ参拝に向かう皇帝らは途中で、聖徳の秘書山荘に立ち寄った後、秘書山荘からブレツを大型船で下り川本流に入り、さらに別の支流、爆荒に入って、 東の両寧省方面へと抜けていた。しかし植生や森林の破壊が進んだ20世紀後半以降、川の水量は激減したため、新潮の頃のような大型船は航行できなくなっている。川の流域図、川の沿岸の風景はかつて修麗さで知られ、6世紀初頭の北義大、歴道源は水系中の中で樹水支流のブレツ水の下半にある、 金魚森盆という祈願について言及している。かつて、熱化症と呼ばれた川上流、中流域は、新朝の時代には皇帝に属する金句として立ち入り、禁止の部分が多く、結果的に森は守られ、川の両岸の山には高い松の大木がそびえていた。しかし、中華民国成立後は開拓民が多く入り込み、木にはヘリ植生は破壊され、 様々な軍閥や日本軍による伐採も追い打ちをかけた。現在では、秘書山荘の内部以外で大木を見ることは、ほとんどなく、荒れた山には、干木が茂っている。川の中流より上では都市らしい都市は聖徳しか、ないが、聖徳は、工業の発達した町ではなく、流域の農業も考えに頼らない産地型の農業である。このため工業用水や、 農業用水の需要も少なく、川の水量は比較的多く、水質も比較的良い。円山山脈を貫きながら、東山市の地域に入ると、千日市県付近に大黒なぎダムがあり、さらに幕河と本流の合流点には、繁屋口ダムがある。1980年代前半、河北省西部の海岸水系では、下流で水がなくなり、 断流するなど深刻な水不足が起こっていたが、この解消のために、下水系から天津市まで水を引く大事業が行われた。1983年には大黒なぎさダムと半薬地ダムから天津市及び東山市への水路が完成した。現在では天津市北部のざみ周区にあるお橋ダムと北運河を経て天津へ水を運ぶルートができており、 これが水不足の海外に頼れない天津市の主要水源になっている。下流の平原地帯は高工業都市、東山があり石炭採掘や製鉄、機械生産が盛んな一方、古くから農村地帯として品質の高い米が生産されてきた。下流域でも経済発展に伴い水不足と水質悪化が深刻な問題になりつつある。天津市は毎年、 川の上流、中流の県や市や区などに財政的支援を行い、水源地の水質維持を助けている。ありがとうございます。